F3D F-10 スカイナイト飛行する EF-10B127047 号機 F3D スカイナイトはアメリカ合衆国のダグラス社が開発しアメリカ海軍や海兵隊で運用された艦上戦闘機相称のスカイナイトは空の騎士の意、e、後に解消され F-10 スカイナイトとなった第二次世界大戦終結後 アメリカ海軍は、環状全天候ジェット戦闘機の検討を開始した。1946年4月に、これを D、XF3D-1 として、ダグラス社に開発を求めた。ダグラス社は、エド・ハイネマンを中心に開発に当たることとなった。試作機は1948年3月28日に、初飛行している。重力配置の直線翼の主翼を持ち、エンジンは、 主翼付け根の下方に配置するという形状をしている。主翼は中央部で髪型に折りたたむことができる。全天候戦闘機であるためにレーダー及びレーダー、操作員が必要であり、乗員は2名、座席はサイドバイサイド配置である。なお、射出座席ではなく、非常時にはコックピット下方に設けられた脱出トンネルを利用して脱出するようになっていた。 武装は 20mm 機銃4本を胴体に装備する。量産型 F3D-1 は J34GE-24 エンジンを搭載し、ウェスティングハウスアプック -35 レーダーを装備して、1950年から部隊配備が開始された。朝鮮戦争に投入され、1952年11月2日に夜間戦闘において、 ミック -15 を撃墜している。長期の運用が行われ、戦闘機としては1960年代まで使用された。電子戦機型である EF-10B は1969年までベトナム戦争に投入され、1970年に退役している。また、軍から引退した後も、80年代まで少数が冷戦音でテスト機として運用されていた。なお 1962年のアメリカ軍の名称整理により F-10 に解消されている F3D-23 面図。ありがとうございます。